マルサンホビー動画チャンネルです、えー、日物200分の1スケールの、えー、戦艦ヤマトの制、えー、作秘話の、えー、お話になります。えー、こちらの方はあはもう、えー、今は、えー、販売されてないあの日物、えー、こう超大型のプラモデルキットで制、えー、作しますとあの全長が約1メートル30センチにもなる。 大型のプラモデルキットになっておりますもう発売からもう何十年も経過しているプラ,プラモデルキットですけれども長年あの親しまれてまして、あのー、結構数はたくさん出てたんですけれどもまあ惜しまれてこうちょっと生産があの生産がっていうかメーカー自体がちょっともうなくなってしまったものですので今はちょっと入手ができない大変貴重なあのプラモデルになっております。 一応こちらの方ですけれどもあの何分、何十年も昔のキットだったものですのでだいぶもうこれを作った時点で、えー、とプラスチックの,方があのこうがかったるいところがたくさんあったんですけれども一番まあ大きな、あのー、部分としてはですねあのこのまず、この甲板をこ,うはは、えー、とこの板ですね。これを ま、あの、貼るんですけれども、このまず船体のこの、え、この横の両端がですね、あの、こう、えっと、こう、なんて言ったらいいんですかね、こう、内側に、こう、ぐっとこう、こう、簡単に言うと、こうなってる、こうなってるものが、こういうふうになっちゃってるんですよね、もうあの、プラモデルの、どうしても、 あのー、熱収縮とかいろいろあるもんですから、ですからこれをぐっとこう戻してあげたいと、あの看、ー、板をはめても、あの結局これの戻す力でバこンと看板が上がっちゃいます、ですので、あのー、もうこれ、接着しちゃってて、中が見えないんですけれども、えー、と何をしたかと言いますと、この中に熱い木をもう何本、えー、確かね。 1 8本こういうふうに、貼要所要所っていきましたもしかしたらこれ、開けると見える部分があるかもしれないですけど、取れないかな、戦車の砲塔みたいに回せば、こう、取れるかと思ってたんですけど、ごめんなさい、ちょっと取れなかったもんで、ちょっと見えなかったんですけども、ここにとにかく、あのー、 幅が5センチくらいある木を、もう本当に7、8本ガガガガッと貼って、ちょうどこの甲板がぽこっと綺麗にはまるように、えっ、ー、とこう、修正しました。まずそれがこの、えー、船のプラモデルの一番の、えー、大変なところでした。とににかくその木を貼るき全部きっちり あのー、寸法を出す、出したんですけれども、実際はめると、緩かったりきつかったりっていうのがあったもんで、はめながら、甲板はめながら修正していくっていう作業が非常にありました。で、それをやったおかげで、ちゃんとこの、えー、甲板の方がきれいに、こう、パコっとこう、はまった、えー、状態にできました。 次に、えー、大変だったのが、ここの、えー、と船のか格納庫のところのハッチのここの横のこの板を貼、えー、るんですけれども、この板があのー、はここに貼り付けると、ものすごい隙間が空いたり、ここの、えー、と下側のこの張り。 このえー、と上のこの針の部分のラインとこの支えてる支柱のラインがあ出ないものですから底、あのー、の部分をこう,うまく合わせるのがまず1、えー、つ大変なところがありました。とにかく、あのーえー、と隙間が結構大きく開いちゃいますのでパテでこう、えー、何度も何度も埋めて、あのー、ヤスリで。 何度も何度も削りながらあの修正、えー、していって、ちょっとここが、まあ、結構大変なところの一つでもありましたで次にですけど、ここの,あの横にある窓なんですけれども、これがもう、あのなんていうんですかあの、金型の方がだいぶもう、あのたるくなってて、ここのものがほとんどモールドとされてなかった。 たんですよですのでまずここを全部やすっちゃって平らにしましたそれでこの丸い部分ですけどもこれ何をしたかと言いますとあの真鍮線ちょっと何ミリ使ったか忘れちゃったんですけれども真鍮線をあのー、棒にこうぐる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 ーって何度も巻いてあのバネ状にしたやつをプチッと切って。 リング状にしたものをここに貼り付けてそのまんまだと丸いものですから側面を貼り付けた後にヤスリでちょっと削って平らにしてその窓の部分をこれは再現しています。あとこの船底なんですけれども まあ実際はあのこうなっちゃうと見えないんで気にならない人は気にならないんですけども一応作ってた時にあの紙ヤスリで軽くさっとこうかけていくとヤスリがこう当たった部分と当たらなかった部分ですごい引けが多かったんですなのであのここのところはもうパテでその引けてた部分を一生懸命埋めてあとサフェーサーとかを使って あの紙ヤスリもあの硬い板の上に貼り付けてでガシ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 こう削ってあのまっ平らにしてできるだけその凹凸が目立たないようにあの加工してあります特にこう山とにのこのお腹のところは本当にまっ平らだもんでそういう分ではあのヤスリがけが非常にやりやすかったですあとですけどもあのこの えー、スクリューを支えてるこの、えー、柱ですね、でこれのところもたださい、あのー、組み立てキットだとあの棒がただここにプスっと刺さるだけになってて、全然あのー、そのまんま作ると、当然すごい隙間が空くのと、あと、ここはちょっとあのー、左右に。えーと ここですねここの部分、ちょっとこういうふうにアーチを描いたようにあのこしらえてあるんですけども、これもパテであのこういうふうな形になるようにあの修正していきました、そして、あのとにかくこのどっちかってうと、この中側ですね、この柱が2本あるんですけども、この中側の。 部分をあのこうパテをこう削るのがあの非常に大変でこれを作りながらそのなだらかにあのこういうカーブになるようにあのちょっと一生懸命うまくあの削っていきましたあと,、えー、とこのチェーンなんですけれどもこれキットにあの含まれてなくてですねあのお店の方で扱ってますあのの輸入の あの、反戦模型用の、あの、えー、チェーンを使ってるんですけれども、そちらの方を、あのー、ま、あこの、えっ、ー、と、怒りの方から、こう、ずーっとこう持ってきて、で、ここでくるっと巻いて、中にこう入れてるっていう風になってるんですけれども、あの、組み立てキットの、 えー、ちょっとここは自分なりにオリジナルで中いじってあるんですけどもあのこのチェーンの,あの中に入ってる、えー、ところをあのまとめてあの金属製のバネであのこう引っ張ってあのこれがピーンと張るように、えー、細工してありますのであのちょっと後で組み立てた時にだらんとしないようにあのー、ちょんとこう きっちり貼れるようなちょっと工夫をしてみてあります。あと、こちらの、あのー、リールの部分も、あのただここのパーツをこうくっつけるだけですので、あのこの、えー、中のワイヤーの部分ですね、これはあの、えー、とキットの説明だとこう、要はひも巻けって書いてあるんですけれども、ひもだとどうしても、あのー、 毛羽立っちゃいますので、これはあの、えー、っとですね、確かやったときは、あの、えー、っと、伸ばしランナーを作りまして、それをこれ、グリ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 ってこう巻いて作ってあります。ですので、ちょっとあの太さが一部、こう、えー、っと、均等でないところもあるんですけれども、ちょっとその、えー、糸による毛羽立ちを防止するために、 ちょっとそういう風な、えー、ように使っ作ってみました。えっと環境の方なんですけども、えっ、ー、と実際これを何個かの部品で構成されておりまして、あのこの、えー、一番大きいところは左右でこう繋いであるあの部品になってます。あとこういったあの出っ張ってる部分のところですね。こういったところをあの はめ込んでいくんですけれども、こういったところも、あのえー、とただはめ込みますと、こういうところですね、とか、ここもそうなんですけれどこういったところにものすごいあのこう隙間が、えー、生まれちゃいましたので、こういったのもあの一生懸命、ちょっとこう、パテ埋めしていきまして、えー、とこうできるだけその隙間ができないように、あのー、頑張りました。 あと、この横にある煙突なんですけども、この煙突のこの横のこの、まあ実際はこう人がこう渡るラインだと思うんですけど、ここのところも、あのほとんどモールドがあの消えちゃってたんですね、ですから、それも一回削っちゃいまして、これも伸ばしランナーを使って、あのこうぐるーっとこの ラインを引きましてでここのちょっと縦にちょん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 と出てるのもみんなこれ伸ばしランナーであのー、流し込み接着剤使いながらちょんちょん全部こうあのー、はめていきましたであとその後にこの煙突とかをつけていきましてやっぱりこういうちょっと 煙突のつけた隙間なども、あのー、できるだけ目立たないように、えー、つけましてでこういった単焦、えー、灯のつくところのこの土台の部分もやはりあのー、後からこうつけていくんですけどここも隙間が結構出たんでそのこれの辺もパテで埋めていきましてでこっちの後ろの方の、えー、構造物のところも。 やはり結構あのー、はめると、えー、これの場合だとこう左右ずれとかもあったんでできるだけその左右ずれもあのわ、ー、からないようにあのうまく合わせて、えー、とパテ埋めと接着でやってきましたでこの辺もそうですねみんなこのでパリのところは大概みんな別部品として後からつけるものですからこういったところの隙間も はめた後にあのこに隙間が出ないようにできるだけこうパティで綺麗に埋めていきましたで,であのこの環境のブロックの一番大きいところですねここのブロックをあの甲板にはめようとした時にあのこうすごいこのえっ、ー、と環境のこのブロック自体がなんかあの歪んでったかなんか知らないんですけども えーとこうはめると、あのパカッとこう大きくあの口がここが開いちゃったんですね。ですので、この環境を、あのー、はめるときに、ここにあの、えー、ずれないようにこう固定するピンがあったんですけども、それを全部切っちゃいまして、この環境ブロックを、あのー、えっ、ー、とですね、平らな、あのー、板の。 平な板に紙やすりを引きまして、その上でこの環境をもうガシ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 とにかく、あのえー、とこうこういう風にガン,ガンガンガンこう引きまして、この上に乗っけて、あの隙間が開かないまでずーっとこう平らに平らに平らに削っていって、ポコンと乗っけて、ここのちょうどこの、えー、と甲板とここの部分の隙間が。 できないようまああの若干ちょっと出ちゃってるところもなくはないんですけどもこの辺はもうえー、ともう許容範囲内でやらないと逆に今度ここが全然あのー、どんどん薄くなっちゃって厚みがなくなっちゃうもんですからちょっとそれがあのー、これ結構大変なところのまず一つ。 で、はありましたであと、こういったあの小さい、えー、こう機関砲とかですね、こういうのはあの全部、あの後からこう、外れただ接着しちゃうと,、えー、と、外れちゃうものですから、これ、真鍮線をあのピンバイスでドリルであの穴開けて、真鍮線であの芯、 棒を立ててありますからこれ自体はちょっとやそっとじゃあこの辺もそうですけどもただその場に接着したんじゃなくてあのぼ棒を作って上から刺してありますからこの辺もあの固定はかなりしっかりしていますで関西機の方もですねあの同じようにあの取れないようにここのところの土台もあの土台のところにピンバイスではなくて真鍮線通してあります。 でこの、えー、飛行機自体もそうですし、あと、ここの,あの上に乗っけてあるボートなんかも、みんなそういう風に真鍮線で固定してます。で、こっちの方の、えー、関西機の方も同じように、あの真鍮線であの全部こう、えー、取れないようには固定してあります。で、あとはこの辺だと、そうですね、この後ろの。 ここの、えー、と実際、えー、と飛行機が出てくるところのこの、えー、ハッチの部分ですね、ここの部分もやはりちょっと、えー、パーツはめると非常に隙間が多く開いたところの一つですので、ここのところもあのその隙間が目立たないように、えーとこう、パテ埋めと修正を結構時間かけて、えー、やった部分の一つではあります。 で次にですけれども、あとこの、えー、甲板ですね、甲板の表面なんですけれども、これ、あの一応、もともとのキット、こういったあの縦のこう細いこう盛り上がったモールドがつ、えー、いているんですけれども、あのこのままだとちょっと味気なかったので、あのー えーとデザインナイフの刃を56枚重ねたあのものを作りましてそれでこの上をランダムにこう、えー、切り替えてってあるんですけれどもであのタミヤの,あの木工甲板色を塗ってから、あのーえー、っと確か茶色のエナメルの塗料を塗って。 拭って、若干そうすると、あのその、えー、切り欠きをつけた溝のところにあの色が残りますので、ちょっとこう木目が残ったようなイメージに、えー、なるようにちょっと心がけてみました。で、こういったあのグレーの突起物なのかは、みんなあの、えー、とここのい甲板自体にくっついちゃってますので、 あの乾板を塗装した後にここの部分の乾板全部あのマスキングしましてそれをあのー、終わってからこのグレーのところをこう全部こういう突起物ですねこれらなんかも全部そういうふうにして、えー、塗装してあのー、分け塗り分けてありますあとはあのー、そうですねこれでや で大変なところだと、次にはちょっとこの、えー、空中戦を貼ったんですけれども、ちょっと空中戦もなかなか資料がなくて、あのー、手元にあるこういったちょっとしたあの、えー、とイラストがあったんですけれども、ちょっとこれを参考に貼ってありますので、実際よりはあのちょっとあのー、空中戦の、えー、と方も、 実際よりは少ないかもしれないんですけど、でも全く貼ってないより、あのこんだけ貼っただけでもかなり、あのやっぱ、えーとこう、船舶ってどうしてもこの、えー、空中戦とこの手すりですね、これでかなりあの見た目が変わりますのであの、ちょっとこれも頑張って貼ってみたんですけれども、えっ、ー、とですね、このまず、この、ま、前のこの支柱なんですけども、 これがあのプラスティックででできてるんですねただこれプラスチックだとこの糸張っちゃうとグイってこうたわんじゃうものですからこれあの金属製ここの真ん中の棒は金属製に変えましてでこういった支柱自体はもともとキットに入ったものを使ってます。でこの点んの部分はプラ棒っていうかランナーをこう切って。 はめてそれをこういういい形に削り込んでいきましたそして糸はこれナイロン製のちょっと太さ忘れちゃったんですけど糸をこうずーっと貼り合わせてこの横にあるイラストのようなあのこう固定しているだろうと思う位置に、えー、全部こう瞬間接着剤等で固定してあります。ですのでちょっとこのえー 実際のつかついてる部分とはもしかしたら異なるかもしれないんですけれども一応ちょっと雰囲気的にやってみましたで一応ここの信号の、えー、ところの糸の部分ですねこれも実際はあのこのちょっと滑車っぽいような出っ張りないんですけどもそのまんまだと味気ないんでちょっと滑車っぽいようなこの丸いあのー プラ棒でこう、を切ったものを貼っていって、そこにこう糸が入って、糸っていうかこのロープがですね、あのこう通ってるような感じをこう見せるようにちょっとここはえ作ってみました。あとはこういったずーっとこういったマストの方とかも貼っていきまして、で、この複方とかの この支柱の部分ですねこういうところにこうつながってますけれども、まあ、ちょっと複方はこれねあのラインがつながっちゃってるもんで本来ちょっと動くものなんですがちょっとこのラインのを固定したことでちょっと動かなくなっちゃってます一応あと手法の方はあのこれは可動式になってますからこうやってあの動かすことができまして これはちょっと上下はちょっとできないですね、一応こういう、えー、左右へのこう旋回だけはあの、えー、できるようにはなっていますで。塗装の方なんですけれども、これはあの下のところはあのクレオスの、えー、ラッカーの29番の鑑定色であの塗ってあります。 で上のグレーの方は、これはあの32番の、えー、軍艦色で塗ってありまして、でこの喫水のこのラインは、あのー、キットの方にもともとちょっとこの喫水ラインが入ってますので、それを使いまして、このマスキングテープでここの部分からあのー、上と下で、えー、塗り分けてあります。基本的にはは最初あの えーとこのグレーの方をあのを塗ってから、こっちの、えー、船底の方の鑑定色をこの船体、えー、の時には塗ってあります。そしてあと、えー、そかあと手すりなんですけれども、手すりもこれ、キットに入っておりまして、えー、金属製の支柱とこの真ん中に貼る、えー、この棒の部分と入ってまして、これはただ銀、やっぱ銀色の金属のままだったですから、 これも同じく、あの、鑑定色で、こう、全部、え、塗ってあります。そして、まあ、基重とかは、あのー、この辺は国鉄色とかで塗ってありまして、この、えー、ちょっと、なんていうか、ストックの部分の方は、あのー、この辺は多分、レッドブラウン系で塗ってあると思います。そして、あと、この、えー、と、 このなんだ救命の,あの浮き輪とかはこれ白で塗って赤いラインを描いてありましてで、あのこちらの横のボートですね、これもあの、えー、中側は白くて中はウッドブラウンで塗ってあります。であだとこのボートダービットの支柱なんかもこれ船体の方に取り付けてあるところはこれ、真鍮線で補強してあります。ちょっとこう 1>, 1回そのままつけたらすぐポロ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 落ちちゃいますのでちょっとそれはやってあります。で、基重なんかのこのこっちの方ですね、こういったのも先もみんな、えっ、ー、と、え国、ー、鉄色で塗ってありまして、えぇ、単焦点のレンズのところはこれ、シルバーで塗ってあります。で、煙突の上とか、あのこのマストの上の部分は、つや消しの黒で塗ってありまして、 あのそれ以外のこういった窓やあの通気口の、えー、抜けの部分なんかも全部こ,うこう普通の黒で塗ってあります。それであとはまあ飛行機とかは能力色とかあの明灰白色あと、えー、黒とかそういったので塗ってありまして大体いい色的にはあのそんな感じになってます。一応こういった、えー この日の丸とかこういったラインの方はあはデカールで入ってましたのでデカールを貼ってありましてデカールの方もあとこう剥がれないように上からあのオーバーコートしていますカラー的にはそんな感じであとこういったあれですねちょっとこう支柱の,この中抜けてないものですからここのところはあの,墨あの黒の墨入れしまして ちょっとこう影を作って抜けてるような、えー、風にしてありますのであとはまあ細かいところにちょっと若干墨入れしたりとかあとこういったレールのところもいやこの白いラインなんかもちゃんとこのマスキングしてあの塗装してあります日物200分の1スケール千艦、えー、大和の、えー、製作秘話の,あのご説明をさせていただきましたので あのこれから模型とかを作る方の,あのご参考の方になればと思いあのこうちょっと説明させていただきましたこのようなちょっと模型関係の,あのこうレビュー何かも上げていきますのでぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたしますご視聴ありがとうございましたバイバイ